校のあれだもんね、屋上にもう飲み込まれちゃってるからね、うん、これね、市役所が、4階建ての市役所が全部飲み込まれて、あのほら最後まで避難誘導をやってたお姉さんも最後飲み込まれちゃって、はい、あ、有名な話あるじゃん、放送を続けてたって、はい、自分の身犠牲にして、昨日見せてる、あそこまで分かるでしょ、ね、ここで全部もう駅の跡とかはもう今撤去したけど、当時はプラットフォームだけが残っててね、これ完全に盛り土してかさ上げして、かさ上げの高さっていうのは規定決められてるんで、この奥かなんかで市役所があったのかな、そうそう、病院とね、病院とね、であと駅とね、駅、そうだ、駅前がこの辺だな、そう、その奥が駅前だね、津波水位って書いてある、 15.1m、 あの高さだからね、あの高さだからね、恐ろしいよね、道の駅とんでもないっすよね、見えられるわけがない、これだってまだ行ってないんだよね、山まで行かない、メイン道路だったんだね、駅前に続く道だったんだけど、あの橋桁だけ残ってるでしょ、あのまま真っ直ぐ行った駅だったのね、今はもう遠くすぎるポーズ見えますね、あでも映るかな、映ってるかな、映ってないかね、そこにあります、あでもここの建物も全然手つかずだね、中学校だね、線の間違いものも違う、もう文字もそのままです、ね、ここまで来てる、ここまで津波がここまでここまで、分かりました、ここまでここまで来てる津波がここまで、でこの高台は大丈夫で、また下がっていくとここまで積まれてるっていうね、考えられないですよね、まあ想像ですよね、水がはけない、水没したところですな、そこまで、右側見てみて、あそこで波行ったってこと分かるよね、分かるよね、これが一番最初にできた、そう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 、マルちゃん体とか潰したね、そうですよね、ありましたもんね、建物ここに、前回歩いた線路の向こう側ですね、3年級もうちょっと4年やっちゃうのにね、最後一番最初に建てたお家がこの福寿水産さん、気仙沼で一番最初に建てたお家、こちらでございます、あの上のホテルかなが最初
あれか、あの青いやつ、あのホテル、このホテル坊よさんが、震災当時あのボランティアの人たちがみんなここに泊まらせてもらうことになったっていう、あの開放したんだわ、ボランティアのみんなに。あそこでしかお風呂入れなかったっていうね。ここ前回撮影した、まだありますね。ありますね。家の持ち主も見つかんないんだろうね、多分ね。商店街クソだけ残ってまだ手つかずね。この元とあった穴開いてもそのままだ。ほら右側そのままですね。またね、約4年目の今でこのまま撮ってるね。でこの辺の建物でもそのままですね。まあ、ちょっと手直ししてるところもありますけど、一番最初にできたその公園隊、ほらあの真ん中であのポール、あれが波の高さで来た波の高さね、 あのポールがね。で、あのニュースとかで出てたあの高台から覗いてるのは、あの高台、あの上からみんな下見て早く早く、そうそうそう、早く早くって言ってた、あのニュースでやってたので、あそこですね。みんなここからな、あそこに逃げるね。知ってる、どうって登るよこんなとこ。で、でも登らないともう、うん、ね、すぐ後ろまで。おじいちゃんおばあちゃんなんか無理だよね、当時の人。でこのポールがあの高さが波の高さです。ぜひとも、あの観光じゃないけど遊びに行きたいもんですな、一度ぐらい。まずはね、美味しいもの食べるだけでも、うん、そう、なんか何そんな被災地に観光とか遊べるとか何言ってんだって思うかもしれないけど、そこじゃなくて、それが必要なんだよ、ね、まず来ること、来て来てお金落としてくださいよ皆さんって感じで。なかなかこう震災の爪痕が残るところを見れないっていう方だったら、ね、まずはその温泉入って美味しいもの食べて、観光しに来てください。でそこの人とねお話しする時間があったら、お話しするだけでもまたちょっと意識変わってきますよね。この町にお金落としてあげてください。俺たち落とすほどの金ないけども、少しは落としてるからさ。これがシャークミュージアムだと思います。ここですね。これがあの旧シャークミュージアム、旧、こっちが新シャークミュージアムみたいな。大市場さんの入り口、今日の会場はこちらですね。ですが